皆さんこんにちは、こんばんぬ、リオララです。なんつって本日の動画もそうです、購入品紹介です。あのジャンプがさ、今月、あ、やば、今月やで、今月からツアーが始まるということで、まあすいません、毎度おなじみ参戦服買ってきました。で、参戦服の他にも今日は持っていくバッグとかも買ったから、ちょっと紹介したいと思います。それではやっていきます。せーの、ジャンピングゴー。やばい、脇汗。え、まずじゃあ早速持っていくバッグちょっと紹介しますね。じゃあちょっと今日あの9点で持っていくバッグが届いたんで、ちょっと開封していく。私もちょっとこれまだ見てへんからな。ちょっと待って、めっちゃ可愛い。やばい、これ本物かい、偽物ちゃうん、これ。本物、うん、9点って偽物売ってへん、うん、売ってるけど、あ、マジで命かける、うん、犬系の命もかける、それはちょっと無理ブランドも遠いから分からへんけど、高いイメージあってんけど、でも1万5000とかで売っててん。やばい、バカかわいい、えぐい、え、バカかわいい、やばない、水色。これ1万5000ぐらいで、え、中も水色や、湧いた。財布とかじゃなくてうちわとか入れたくてバッグ買ってんけど、ちょっと一回うちわ入れてみよう。おお、いいやん。チャックはまあ閉まれへんけど、え、でもうちわとか入れる分にはめっちゃいいかもしらん。これにうちわとか、まあ、カンペもそうやし、あと双眼鏡とかペンラとか、そういう系を入れたいと思います。え、待って、やばい、バカかわいい、どうしよう。で、これにちょっとユージックつけていきたいと思います。ほんまに本物、パチマイだとしてもわからんやんな、これ。お姉さんオタクになった気分やな、ブランドも持つだけで。ボケで、次もまたバッグ買ってきてん。これは別にそのツアー用に買ったわけじゃなくて、普通に普段持ちたいなっていう感じで買ったんやけど、マイケルコースのリュックを買いました。じゃーん、めっちゃ可愛くない？え、可愛くない？これ見て、え、可愛いやろ。ほんまは多分7万近くすんねん。でもアウトレットで買ったから、いや、半額よりもっと70%オフぐらい。やばない？なんか私普段リュック持たへんねんやんか。持ってたよ、昔は。昔はずっとリュックやったわ。昔はずっとリュックやったけど、リュック一回盗難されて、そっからリュック持つのが怖くなってリュック持たんようになってんけど、でもまあ久々にちょっとリュック欲しいなと思って。やばい、ちょっと待って、地雷系みたいやねんけど。リオで、ここの辺にゆうとくんのなんかキーホルダーとかストラップとかつけて、なんかおるよな、こう前メロとかつけてる子おるよな。リオもキキララつけようかな。前メロ、なんで前メロやねんで、おもろかったんが、なんかホス教みたいになれへんみたいな言ってん、私がお母さんや。ホス教っぽくないって言ったら、え、ホス教って何ってお母さんが。で、え、ホス教、え、ホス教わからんって言ったら、え、北斗くんと京本くんのコンビ名ってマジで恥ずかしい、ほんまお母さん天然すぎて。続いてまたもう一個バッグ買ってん。これは別に普通にコンサートにも持っていけるけど、普段使いたいなっていうバッグ。じゃーんついに買っちゃった、これ。それ見て、出たって感じやろ。結構持ってる人多いよな。私マウジー結構好きで着るんやけど、マウジーのバッグ、うちわとかも入るんちゃう？でも普通に2000ぐらいで、安いやろ。ゾゾが安かったで。そんな言わんといてや、買った後に言わんといてや。あ、うちはもう普通にすっぽり入る感じ。普通にこれは普段使いできるような。私結構水色の服ばっか着てるやんか。水色にも合うし、何色でも合うよな、これ。じゃあ続いてアウターを結構買ってんけど、まず一つ目、じゃーん、ま、もうほんま笑われるって、水色だらけすぎて。超可愛くない？これ、これはもう一目惚れしちゃって買った。どうしよう、セネリオ、これ北海道に着ていこうかな。絶対寒いから。マジで？4枚重ねて着るって。4枚、お前それ盛りすぎや。マジやから、マジやから、もうそれヒートテック買ったの。北海道これで行ったら死ぬよ、凍え死ぬ。北海道行ったことないねやんか、初めて行くんやんか今回。そっか、これでも寒いんか北海道。じゃああかんわ、宮城ぐらいにとどまっとくわ。じゃあこの服は、うん、宮城にするわ。これ閉めるよりも開けとこうが可愛い、雪だるまみたいな。ほんで続いてまたアウター買ってんけど、さすがにな、ちょっとみんなもご存知の通り、私クローゼットの中全部水色やねんやんか。アウターもほぼ水色しか持ってなくて、さすがにこれじゃやばいなと思って、1着ぐらい他の色買っとこうと思って水色買ってきました。買っちゃったよな、もう綺麗な水色やから買っちゃったよな。もう買えへん後悔より買う後悔や思って買っちゃったよな。なんかほんまは私これの黒が欲しかったん。黒絶対今年の冬は欲しいなと思ってたけど、水色目に入った瞬間、水色を裏切るわけにはいかんかった。みんなどう？これ言うとなんてわかる？
普通に会場外でもさ、あの子ゆうとくん好きなんやって思われたんやん、他のお宅に。やっぱもう我が強いよな、昔から。ラストアウター買ってきました。ここまで来たらわかるでしょう、白なんですよ。初めてじゃない購入品紹介で水色以外の服紹介したん。やば、もう違和感えぐいって。これでもな、一目惚れしちゃってんやんか。セレンがこれ北海道に着ていけって言うねんけど、北海道民どう？中ヒートテック2枚重ね普通の服、これの4枚じゃ寒いかな。寒いって。ヒートテック4枚にしろって。ヒートテック4枚も着なあかんの、うん、汗だくなってまでるよ。あれへんって。マジでやばない？ちょっと水色の服着てない自分違和感ありすぎてやばいねんけど。あれじゃない、なにわ男子の衣装をストーンズが着てるぐらい違和感ない？やばいってマジで。まあ、たまにはね、水色以外の服もいいでしょうということでね。たまにはね、あのあれですよ、ストーンズも平成ジャンプのチャウみたいな衣装を着てください。続いてじゃーん、これもアウトレットで買ってきて、ミッシュマッシュ。ミッシュマッシュといえば、そうゆうとくんが広告をしてるねブランド、これゆうとくんです。最悪、フライヤー折れてる。でミッシュマッシュで買ったマフラーがこちら。はい、水色ですよね。マフラーとか巻かんねんけど、どうやって巻くん？マフラーなんかどっかの民族みたいな。もう恥ずかしい、ここまでわかんない。こう、それ後ろに2つ持っていくの。あー、これな、合ってんかこれな。合ってん。髪の毛出すみや、髪の毛出すわ。ブスやな。ラストの、参戦服はこちらでーす。これはなんかセーターなんやけど、なんか胸ぐらいまでしか隠れへんのよ。こっから上セーターみたいな服なんやけど、私これ一目惚れしたんよな。こう、あの店でこう売ってて、一目惚れして買って、店員さんが、ユーラさんですよねって話しかけてくれて、なんか、あ、そうなんですよみたいな、参戦服買いに来てって言ったら、え、めっちゃいいじゃないですか、水色ですしみたいな。その時まだ当落出てない時やったんやんか。当選したんですかって聞かれて、あ、そうなんですよって嘘ついてもた。なんかもう当選する気満々すぎて嘘ついてもた。すいません、あの時の店員さん、まだ当落出てなかったんです。上から来ただけやけど、これにちょっと一目惚れして、これはもう 100% 着ていくな。自分のファンの子が水色の服着てくれるって、ゆうとくんからしたら多分嬉しいことやと思うからさ、マジで気づいてもらいたい。一瞬だけでもほんま目合いたいな。はい、ということで今回の購入品紹介は以上になります。のためにさ、お金もあんまポンポン使ってられへんから、もう買い足さんな。めちゃくちゃ満足やな、この買い物は。ほんまに早く会いたい、ゆうとくんにこれ着て。もう今月からさ、ツアーが始まるから、まあ持ち物紹介やったり、なんかね、ツアーに向けていろいろまたワクワクできるような動画を投稿できたらなと思ってるので、ちょっと最近ちょっとね、あのお休みしてたんですけど、11月も動画投稿いっぱいできるように頑張るので見てください。ということで本日の購入品紹介は以上になります。最後まで見てくださってありがとうございました。明日も一日頑張れ、レッツゴー。大丈夫？以上、リオララでした。バイバーイ。ボギー。